はい、どうもこんにちは。じゃあ、はい、ヤマケンです。第3弾ですかね。ですね。はい、今回も背景見て分かると思うんですけど、あのオフィスからじゃなくて自分たちが普段生活しているシェアハウスの一部であの撮影してます。はい、はい、で、今まではあの B ビリッジの社員さんにお話を伺ってたんですけども、今回はあの僕と同じで普段は日本で学生をやりつつ、そうですね、はい、で、うん、今は B ビリッジの研修生として、で、まあちょっと期間は違うんですけども、まあ、そうですね、はい、うん、一緒に活動している、同じように活動させてもらってます、はい、名前は、鈴木豊といって、京都にある同志社大学の、まあ、に通う、今4回生で就活終わりに来てます。22歳です。はい、お願いします。今も仕事仲間でもありますし、まあ、ルームメイトとしてね、うん、はい、はい、そうですね、仲良くやってますよね。ですよね。やらせていただいてます。はい、楽しい。はい、マックさん、留学みたいな今回が初めてってことですよね、確か。そう、僕はそう、ちょっとね、まあ、海外に関心を持ったのは正直、まあ、遅かったのかなっていう感じがあって、去年かな、去年3年生の終わりぐらいから、うん、まあ、初めて海外行って、で、お、海外面白そうだなっていうのはその時やっぱ感情が芽生えて、で、まあ、就活終わって、今夏休みの期間中2ヶ月間使ってアメリカに来てます。どうですか、なんか、まあ、もちろんあるとは思うんですけど、うん、あのアメリカ来て、うん、そのまあ、驚いたこととか、うわ、これ新鮮だなってこといっぱいあるじゃないですか。そうですね、まあ、ちょっとなんかあの立場的にも近いんで、これ見てる人と多分、うん、ちょっといろいろ話していきましょうか。そうそうそう、いやでもまずやっぱあのシェアハウスってとこに驚いて、ああ、そうそうね、そう、そうね、シェアハウスって正直まあ、あんまりいいイメージじゃなかったんだけど、まあ、プライベートがないみたいな。でもやってみると、なんだろう、やっぱ海外出てなんか全然知らない外国人に囲まれるのってやっぱ正直しんどい時もあることもあるし、ね、だからなんだろう、いや日本人がいるだけでこんなになんか、あ、安心できたりするんだとか。じゃあシェアハウスもなんか庭にバーベキューとかあるんですよ。で、そういうの、そういう家って結構たくさんそう、それがまずびっくりして、うん、で、みんなでバーベキューしかりしたり、この前タコパ庭でやったりして、それすごい楽しかったです、うん、あと、まあ、それができる要因として、まあ、まあ、天気もいいよね。そうそうそう、天気がめちゃくちゃいい。そうびっくりするぐらい、もう晴れ。そうそうそう、僕はまだ来て2週間ちょっとですけど、うん、まあ、1回も、でもまだ1回も雨降ってない、もう全部快晴みたいな、うん、なんか仕事とかに関しても、まあ、今日天気よりいいからテンション下がるわっていうのはまあないよ、あんまりね、ないですよね、うん、そう、やっぱ気候って大事だなって分かりますね、思いましたね、うん、で、マックさんは、こっちにビビリッジとして働くのはあとどれぐらいでしたっけ。そう、あと2週間ぐらいですね。だから8月末まで、8月中だけど。そんなんでしたっけ。そう、早いよね。もう早いですね。だから2週間半分終わってって感じですね。昨日来たぐらいの感覚でいたんですけど、そうどうした一緒にいたね。どうすか今、なんかそっちの仕事の方は、うん、まあ、あんま仕事の話したくないですけどね。そうだね、なんか僕自身は結構なんかやっぱもっと自分が知らない世界みたいなとか、うんうんうん、なんか今までとちょっと違う自分になりたいなみたいなのを、まあ、まあちょっと漠然とした正直思いでこっちは来たんですけど、うん、でも来た時はそうだったんですけど、でもこっち来て、うん、やっぱりこっちにいる人たちってすごく、いや、面白い、まあ、ケント含めて、うん、あ、すごい面白い人だったり、熱い人だったり、うん、なんだろうね、なんか刺激的な出会いがめちゃくちゃたくさんあるなっていうのが本当に2週間にしての印象ですね、うん、で、そうした人たちと出会うと、なんだろう、やっぱり、あ、自分もこういう生き方できるのかなとか、うんうんうん、あ、もっとこういう風に自分していったらいいのかなっていう、なんだろう、これはね、来てみないと多分わからないかもしれないんだけど、でもそうしたなんか不思議な感情がやっぱり人と出会うことで芽生えるなってのは感じてて、2週間目にしてたからそれはすごい良かったかな。そうですね、うん、そうだね、だからそう、これからこのあと2週間もいろんな人と出会って、なんかやっぱ自分がこれからどうしていきたいかなってのは、うん、そういった出会った人たちの中での経験から考えていけたらいいなって、もちろんですね、そうだね、思ってる、うん、ちょっと時間短いし、うん、1ヶ月だから、そうですね、もう本当に今言ってくれた通りで、まあ、普段日本で過ごしてるだけでは会うことがない人と会って、でいろんな価値観に触れて、で情報を交換して、であのネットワークの幅を広げるっていうのも、この流動性が高い人のね、人の流動性が高いシリコンバレーならではの一個の魅力なのかなっていうのを感じますね。そうですね、それはすごい感じてます、はい、ね、じゃあ本当にマークさん、今回はこの辺なんですが、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。
じゃあ次回からはちょっと外に出て、あの背景変えながら撮影していこうかなと思ってます、はい、はい。では今回はこの辺で、はい、バイバイ。ありがとうございます。はい、さよなら。